お疲れ様です。本日のね、ちょっとおすすめの YouTuber さんというか、まあおすすめね、しませんけどもね、ジュゲムという YouTube チャンネルです。動画はたった39本しか上がってません。でも、チャンネル登録1530人いらっしゃって、何がそこまで魅力的なのかなと。なんとも不気味なね、動画とタイトルなんですよ。気持ち悪いでしょ で、こういったキャラクターをねよく作ったなぁと思いますしこの撮影って結構お金がかかってんじゃないかなと思うんですよね、ジュゲームさんで動画を表示すると5本しか出ないんですよねで3.2万回とか視聴されていたりとか結構再生数は出してるんですよでホームの方に行くと紹介された動画ショート動画もあってね結構増えるんですよ でショート動画の方見に行くでしょなんともこれ不気味じゃないですか。なんか人間とも怪物ともね言えないようなものがワンサと出てきてなんか怖いもの見たさっていうかねでもやっぱり気持ち悪いですよね。これを作ったり撮影したりこういった被り物を被ってらっしゃる方ねうーんすごいですよ。何かにつけてこれ動画概要欄に URL つけときますけども何なんでしょうね で、インスタグラムもされてるみたいです。で、概要を見てみますと、特にこれと言ってないんですよね。うん、インスタグラムも言ってみましょうか。まあ、似たようなもんですね。これは何なんでしょうかね。何を訴えかけようとして作られたんでしょうか。で、このそれぞれ出てくる怪物めいたものって、なんか二度同じのは出てこないんですよね。ていうか、これが AI で作られた。 キャラクターなんですかねどうもろ人形かなんかでリアルで作ってるように思えるんですけどもねはいというなんとも不気味なチャンネルを紹介させていただきましたいやこんなんが突然私のねログインした YouTube に出てきたんでびっくりですけどもねはいじゃあ今回は以上です